もうおなじみだと思いますがご紹介したいと思います、今日もスペシャル講師みゆき先生でございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。やばいですね。やっぱ18期は私が見てきた中でも一番暑いなと思って、もうなんか1ヶ月ぶりに戻ってきたなっていう、なんかこの空気みたいな、本当そんな気持ちで、今日も一日よろしくお願いします。お願いします。はい、どんな1ヶ月でしたか。はい、そうですね、私もプチ自慢をちょっとさ、プチ自慢お願いします。プチ自慢をさせてもらいたいなと思うんですけど、私のクライアントさんでからすごい嬉しい一言を言われました、うん、メイク教室の先生をやっていて、うん、もう9年間で2万人の女性と会ってきました。へー、すごい。っていう人なんですけど、うん、その方からみゆきさんがコミュニケーション力ナンバーワンだって。女優さんだったりとか、もうすごい女性経営者の方とかともやってる方なので本当にありがたいなと思います、うん、でもう何がすごいかっていうと、自分の主張をすごくしっかり言う、自分何やりたいか分かってて、何、うん、か言われた時に私こう思うっていうのをしっかり言えたりとか、うん、それと同時に、まあ、それもできるし、同時に人の話をすごく聞くことができる。こう対立した時とか違う意見言った時に、どうしてそう思うんですかとか、具体的にってすごく聞くことができる、うん、両方をしっかりやってのけてるのがすごい、うん、やってのけてる、ね、はいはい、でもどっちか人って行きがちだと思うんですよね、自分の主張ガーンって言っちゃったりとか、あともう聞きすぎちゃってないとか、中途半端になりがちだったりとかなりがちだと思うんですよ。で、私も5年半前まではそうでした。こうチームフローに来たきっかけって、今後自分のキャリアどうやっていこうって分かんなくなってきたんですよ。この先どう生きていこうかなと思って探してた時にぶち当たったのが、ぶち当たった、そうですよ、本当自動車事故みたいな感じでぶち当たったのが本当そうですよ。本当衝撃です。本当にコーチングどんなだろうとか、プロコーチになるぞとかじゃなくって、もう私迷子ですよね。迷子になった時にドーンと当たってきたのがここだったと、はい、はい、もうラッキーな車に当たりました。本当に良かったです。本当に当たり屋とかじゃなくて、ね、本当にそんな感じで自分の将来がどうなのかも分かんないし、でそう来て、あ、自分がやりたいことっていうのは見つかったんですけど、当初はそれがこう自分で妄想なんじゃないかと思ったんですよね。妄想なんじゃないかって、大きい夢が見つかったけど、それどうやってやるのかも分かんないし、なんか口だけでやりたいこと言ってんじゃないかって最初はそんな風に思ってたりとか、あとでコーチングを使い始めて、あ、それまでは本当に職場とかでもガンガンこう私言っちゃう人で、大津さん怖いとかって言われたんですよ。もうガンガン言うか、我慢して言えなくって、仕事いっぱい背負っちゃってギリギリまで引き受けちゃうみたいな、なんかそんなことをしてたので、あ、私5年間半頑張ってここまで来たって本当にすごく嬉しい。いやー、素晴らしい。ありがとうございます。はい、もうめっちゃ頑張った自分で思うんです。コーチングが支えてくれたんですけど、本当に支えてくれたんですけど、ぶつかったり支えたりも大変ですけど、本当ですよ。でもね、本当コーチングのおかげで嬉しいこといっぱいあったけど、悔しいこともあったし、悲しいこともあったし、大変だったこともいっぱいありました。最初に私がコーチングを使ったのは職場で使ったんですけど、吸収合併された会社の人間がそのミックス2つのカルチャーをどうやって一緒にしていくかみたいなのやってたんですよ。でもうなんかそんな吸収されたメンバーなんてやめちまえばいいのになって言ってる人もいる中でやってて、もう本当にコーチングが支えてくれたんですよ。支えてくれたんですよ、本当に。でなんかそんな中で取り組んできて、まあね、本当そんな中で一発のコーチ、まあ本当ここに立ってられて、5年半すごい頑張ってよかったなって思うんですけど、ね、うんうんうん、またさらに衝撃な事件がありましてですね、はい、私19期にチューターとして関わってるんですけど、うん、Day2 を終わったばかりの人とお話をしたらですね、めっちゃいいコーチングしてるんですよ。で、社内でその人のコーチング受けたいって、もうなんかひっきりなしに100人コーチングも始めてますっていうんですね。本当になんかそれなんかこう問題持ち込まれてきたら、それってどんな時そう思うのとか、それがどうなったらいいのとか、すごいいいタイミングでコーチングしてるんですよ。私5年半培ってきてやっとここなのに、この人2日でみたいな、すごい衝撃を受けて、まあでもすごい嬉しいですよね。
それだけもう1期、もう私プリキですけど、プレから1期から18期までのすごい先輩たちのノウハウが凝縮されてクラスがされてるし、そういう先輩たちが話してることだとか接してることだとか、こう流れてる噂だとか、そういったものがこうみんなの常識を変えてるんじゃないかなと思ったんです。単純にこうクラスの教え方がうまくてスキルがうまくなったっていうだけじゃなくって、もうクラスにやってくる人たちの常識が違ってるんだなと思ったんですね。もう簡単なんだよみたいな、コーチング簡単だしやればできるしみたいな、なんかそういう常識がこう積み重なって変わってきて、みんなで作ってるから、あ、ここにいるんだななんて本当に感激なのと、ね、うん、あとさらに嬉しかったのは、私前回のクラスから今回のクラスまでこの中でバディを組んでてですね、あのしんちゃんとしゅんくんとバディを組3人でバディを組んだんですよ。あら、なんかいい感じじゃないですか。楽しそうね、それね。若い男の子と一緒で嬉しい感じです。イケてる男子、はい、でスカイプをしたんですけど、あのしゅんくんがここで決めたターゲットとテーマで、クラスさん一人で来ました、もしかしたらもっと今増えてるかもしれないですけど、その時一人決まったんですって話をしてくれたのと、しんちゃんが、ここで決めたメニューをブログにアップして、今そこで募集して、モニター募集して、年末までに5人あのクラスさん見つけたいんですって話をしてくれたんですね。で、あのもう めっちゃ私嬉しかったです。なぜならですね、あの私がビジネスクラスをやってきていて、 あんまり早い段階でビジネスのことってこう伝えちゃうのって逆に混乱させちゃうこともあるんじゃないかなと思ってたんです。で、まだ早いんじゃないかなとか思ってたんですよ。このクラスやるまではどうなんだろうって思った部分もぶっちゃけあるんですね。でもなんかこう早めに伝えることでこう軸ができたらいいなっていう思いで、あの本当にこの3日間このクラスに立ってるっていうのは17期18期からの初チャレンジなんですよ。今までやってなかったことで、このタイミングでみんなにお伝えするっていうことがどうなんだろうかっていうこともぶっちゃけありながら、あのお伝えしました。で、どこまでみんながやってくれるかな、実践してくれるかな、あの吸収してもらえるかなっていう思いも ありながらの、あのクラスなだったんですけど、あ、でもこんな風にして吸収して、多分今までのクラスのどこよりも早いんですよね。こうメニューをやってターゲット絞ってみたいなことをやれてるのって私が見てきた中で一番早いです。やっぱり17期18期は、あ、ここまでやれるんだなと思って、なんだろう、そのやれないんじゃないかとか早いんじゃないかっていうのは私が決めてたことだったんだなって改めて思います。なんかちょっと傲慢だったかなとかって、そうだなと思って、情報でもうあるものは全部提供して、みんな必要なタイミングで必要なものを取ってくれるんだなって、でちゃんと実践あのしていくんだなっていうのを、あ、なんか本当教えられた、本当に教えられたなと思ってます。あの講師としても私本当チャレンジでクラスで参加をしてるっていうのは本当初めてなので、本当にみんなと一緒に勉強させてもらっていて、今日もなんか本当にみんなで一緒に作っていく感じでやれたらなと、はい、やりましょう、はい、やりましょう、はい、ということです。はい、ありがとうございます。じゃあ一つ目、今日ね、みゆき先生と一緒にね4つやることがありますんで、まず一つ目からいきたいと思いますよ。はい、一つ目は、はい、一つ目はですね、先輩コーチたちのビジネスモデルの事例というのをご紹介したいと思います。テキストのですね2ページ、結構ねこれから情報量がわーって出てきますので、あの必要なとこメモ取ったりとかね、していただきながら聞いてもらうのもいいかなと思います。で、要は先輩たちがどういうところにフォーカスしてビジネスをしてるかとかね、で、どういう形で、コーチングビジネス作ってるかっていうことがいろいろ解説が出てきます。で、あ、そういうのもいいな、そういうのもいいなってアイデアがいろいろ出てくると思いますので、なんかね自分の今後の参考にしていただければなと思いますよ。はい、はい、卒業生800人いまして、その中でもうまくいってる先輩たちっていうのは、あのこういうパターンがあるんだなっていう8つのパターンをご紹介したいと思います。主に集客マーケティング的な側面から切り口を切ってます。で、いっぱい紹介させていただきますけれども、全部真似しようとしなくて大丈夫です。はい、はい、全部やろうとするとパンクすると思います。はい、そうですね、はい、いろんな意味でね、はい、パンクすると思いますので、全部やるのがいいっていうことじゃ全然ないですからね。そうです、はい、そうです、はい、でこれをやったらうまくいくってパターンがあるわけでもないので、一番近いのとか真似してみたいのってどれかなっていう視点で、で自分はどれをやりたいかなとか、ここはいいな、ここは嫌だなとかっていうのを、あの考えながら聞いてもらえたらなと思います。うん、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、
ではまず一つ目ですね、一つのパターンを紹介したいと思います。ターゲットを絞って紹介を促す、まあ、自分が応援したい人とテーマをしっかりと絞って、口コミによって紹介を起こしていくって一番シンプルなパターンです。代表事例で言うと4期の幸子さんという素敵な奥様の方がいるんですけれども、彼女は、彼女の応援している人は中学生です。で中学生の、不登校気味の学校行きたくないなって言ってるようなお子様を応援してます。でそういった子たちがこう学校好きになったりとか自分を認めたりとか将来こういうことやりたいなっていうところを応援しています。で彼女の場合は、特にこ うまくいった事例とかですね、こういうサポートをしてこんないいことが起こった、でお子様に起こった変化だったりとか、あとやっぱ中学生にこう変化が起こるとお父さんお母さんにもいいことが起こってくるんですよね。で家族にとってどんないい影響があったかっていうことを発信しています。そうするとお母さんたちっていうのは結構口コミで広げてくれるっていうんですかね、のでその事例をもとに紹介が起こっているという、比較的紹介が起こりやすい、まあ、起こりにくいターゲットとテーマとかもあるので、これもやっぱターゲットとテーマによるんですけれども、口コミが起こりやすいとそれだけ事例紹介とか自分こういう思いでやってますみたいな発信だけで広がっていきますと、はい。次がですね2つ目、ターゲットを絞って専門家として発信。これは先輩事例でいくと、プレにですね三重県にキングさん、通称キングさんと呼ばれているうつの方を主にサポートしている方がいらっしゃるんですけれども、彼の場合は、うつの方が社会復帰ですね、彼の場合は、まあ、事例も紹介していくんですけれども、一番特徴的なのは、うつの方向けのなんていうの対応ノウハウみたいなの小冊子にまとめて、発信してるんですよ。とかメルマガを使ったりとかして、うつの方に向けてこう自分だどういうふうに対応していったらいいかとか、あとうつの家族の方に向けて家族にこういうふうに関わりをしていったらいいんだよっていうノウハウですね、ノウハウ関わり方を、発信することによって、またこういう人がこういう専門家がいるんだよっていうような、広がりを起こしてます。はい。あとは近いところでこの分類に分類されるところでいくと、15期にしげさんという方がいるんですけれども、彼は元警察官で、これから警察官になりたい人に向けて警察官になるには合格するにはどういうことをしたらいいんだろうで、これもやっぱ情報知識ノウハウを発信しています。他には、梅ちゃんっていう、一期の梅ちゃんで、今山梨の鶴にで田舎暮らしをしていて、彼が応援したい人は、まあ、都会で、今都会暮らしをしてるけれども将来田舎暮らしをしたいんだよっていう人向けに対して、田舎暮らしがまあどんな楽しいかとか、どういうその田舎暮らしに必要なノウハウとか、そういった、あと彼の場合は、大学で環境教育っていうのを教えてるんですけれども、そういった環境に関する環境教育に関することを専門知識を発信をしています。はい、はい。今までもね、まあ、ニッチというかターゲットってね、どんな人を本当に相手にしたいんだろうか、まあ、我々はその人を相手にする仕事なので、やっぱりねこんな人を応援したいなってのもあると思います。でそこが絞れた時にですね、まあ、一つ目の場合だと口コミが起こるような、ね、ターゲット層だったら実は勝手に口コミが起こっていくんで、起こるような形で一人一人大切にしたりとかね、情報提供したりとかってしてることで勝手に口コミが起こっていくことあります。やっぱりお母さん同士でつながってるから、なんかねそういえばあの人の、ね、お子さんもなんか困ってたなみたいなことがあると、いや実はこういう人がいてって話してくれるんですよね。だからターゲットの人が、ね、口コミを起こしてくれそうなターゲットだったり、その人の周りに、ね、似たような人がいるんだったら、どんどんとその口コミの力をどうやったら使えるのかなってことを考えるのも一つです。でまあそういうことがなかなかね、難しくてもとか、まあ、もしくはねもっと自分が専門家として発信する方が得意だっていうことだったら、2つ目のパターンみたいなところで話していくんです。で梅ちゃんなんかの事例だと、彼は大学でも教えたりとかってしてるので、まあ、相当な専門家っていう感じで発信することもできちゃうんですけど、もう一つの、ね、元警察官みたいな事例だと別にすげえじゃあ警察官 その採用に関する専門家かって、そんなことないんですよね。人生で自分が体験したことっていうのをうまくシェアしたりとか、コーチングを使いながらうまくその人の思いも引き出す、で情報提供もする、で彼らがその望んでるキャリアをね生きていくことを応援するっていうようなこともできるわけです。でですからね、そんなにねなんか専門家として発信って言っても大変なことだって考えずに、やっぱり自分の経験とかっていうものがね活かせるようなクライアントさんだったら、どんどん自分の経験っていうのを発信すること、そのことにも価値があります。でやっぱりそれを見て、あそうか、そんな
ね、警察官になるとあそういうとこポイントなんだとか、あこういう思いでこの人になったんだ、じゃあ自分はどうなんだろうみたいなことっていうのがやっぱり多くの人の支援になりますから、あのぜひね、なんか応援したい人が出てきた時に自分のキャリアとか経験したいこと、自分が持ってる知識、自分が持ってるネットワーク、そういうものでどうやって貢献できるのかなって気がついたらそれを発信するっていうのもね一つのパターンです。じゃあここまでのところでちょっと隣の方と感想タイムです。どうぞ。プラスしてあのターゲットを絞って今の2パターンのプラス事例なんですけれども、9期のまさちゃんなんかもここに当たります、うんうんうん、彼女はもともと不妊治療をやってきて、でお子様ができなかったっていう経験があって、それでも彼女なりにコーチングとかを使って乗り越えてきたっていう経験を発信してるんですよね。でそんな女性、不妊治療で子供できなかったけど次の人生に踏み出せてないっていう人を応援したいということで、その自分の経験談をめちゃめちゃ発信をブログとか使ってしています。このまさちゃんなんかもこの専門家として発信というところになります。はい、で彼女はやっぱり自分の経験ももちろんそうだけど、ね、あの不妊の治療してて、で、まあ、それを手放した人たちを応援するんだって決めてからはですね、結構やっぱりいろんな専門家のところに会いに行ったりとか、でそしていろんな自分も知識を手に入れたりとかね、あの他のことも伝えられるように、やっぱりその人たちのためにたくさん学んでるわけですね。だからまあ経験も本当に語ることもできるし、それ以外にね本当に彼らのために専門家として応援しようと思ったら、さらにそこから学んでそれもどんどん発信をしていく、でそういうのがあるとやっぱりね、あのちゃんと専門家として認められるということが起こってくるわけです。でそれの現れの一つがね、前も話しましたけど、あの平本さんがねあるパーティーでこう名刺を渡したらね、あのコーチングよく知らない人からね、あのあコーチなんですか平本さんって言われて、あそうなんですって言ったら、いや私この間すごいコーチに会ったんで、じゃあ今度紹介してあげますよって言われて紹介されたのがまさちゃんだったっていう話があるんだよね。あの要はそれぐらいなんか本当に専門家としてね、ある分野でも特化してガンガンやってたら、一般の人から見たらね、一般の人は平本さんのことも知りませんから、でそういう人から見たら、いやなんかまさちゃんの方がすごいコーチなんじゃないかって思えるぐらいね、やっぱりあのターゲットに向かってしっかりと発信し続けるとね効果があるということです。はい、じゃあ次のパターンいきましょうか。はい、3つ目、ターゲットが集まるコミュニティに属してサービスの、はい、これもいいですね、はい、これはターゲットが集まるところに出かけていくっていうことですね、うんうんうん、代表事例だと一期のノブさんはあの BNI っていう、まあ、他にも何人か入ってますけど、うん、異業種経営者とかが集まってる異業種交流会に定期的に参加して、そこから紹介を受けたりっていうことをしています、うん、はい。ちなみに私も昔社会起業家をこう応援したいということで、社会起業大学っていうところにインターンで入ってお手伝いを継続的にしながら、そこからあのもっとサポートしてほしいっていう人がお客さんになってたりとか、あとさっきつむちゃんの話でも出てた、ドリプラっていう、あドリプラ本ちゃん出ましたよね。そうですね、本ちゃん出ましたね、はい、あ本ちゃんおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、私その世界大会、まあ、世界大会でも東京でやってるんですけど、その世界大会のスタッフをして継続的にお手伝いをして、そこでまあその場でお手伝いもしながら、もっと専門的もしっかりサポートしてほしいっていう人がお客さんになってたりとかしました。はい、はい、ターゲットがいるところにねやっぱり出かけていくっていうのはねすごく大切だよね。なんかわざわざ探さなくてもですね、いるところがあるわけ、集まってるところがあるわけですから、こう応援してほしいっていう人が、ね、もっとサポートしてっていう人が集まってるんです、ね、で僕もなんか今いろんな人を応援して、まあ、いろいろ応援したい人何種類かいるんですけど、そのうちの一つがですね、やっぱり人に何かを伝える人とかね、トレーニングをする人とかっていうのにやっぱり、自分が持ってる価値観とかね、自分が体験したこととか自分が持ってる技術とかいうのを教えたいな、伝えたいなって思ってるわけです。そうするとね、そういうと出かけていけばいいんです。あの要は、うん、集まってるわけね、彼らもまた勉強したりとか、それからお互いにつながれて情報交換したりする場所があるわけですから、でそういうところ主催してる人に会って、いや実はこんなことやりたいんだけどやらせてもらえないかっていう話をするわけです。でそういうことを繰り返していくとね、また向こうからこの話が来ることもあります。こういう会があるんだけどやってくんないって、で来年もですね、そのコミュニケーションを教えるとかね、それから やってる人たちの集まりに呼ばれてですね、来年1月かな2月かなワークショップをやってきます。であの要は集まってるところにアクセスして、彼らと仲良くなって、で自分の思い伝えて一緒にできることを探すっていうのは、あのビジネス作っていく上で、ね、すごくこうレバレッジが効くやり方の一つなので、あのぜひ、参考にねしておいていただければと思います。はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、そして4つ目、専門家としてコミュニティ作り、これをやってる代表者がプレのマイコちゃんですね。あの原、うん、あのま、メルマガ編集長の原嫁、原嫁ですね、はい、原嫁ですね、はい、で、彼女が応援したいのは、29歳
からの、不安ゼロ企業というか女性起業家を、このチラシも配りましたね、はい、そうですね、はい、応援したいということで、まあ、女性起業家が集まっている集まりって何、まあ、いくつかあると思うんですけれども、彼女が本当に応援したいなと、家族からも応援されてみたいな、で肉食女子系って言ってるんですけど、それぴったり の、 あの 女性起業家が集まっているコミュニティがないなということで、作っちゃえ、で自分で作るっていうことを今彼女はトライしてます、ブログで発信したりとか、ランチ会をやったりとか、セミナーをやったりとか、彼女の持つコミュニティっていうのを作り始めています、はい、あと、コミュニティっていうところで言うと、つむちゃんなんかもそうですね。つむちゃんもあの青森で地方のその地域に根ざしたコミュニティを作るっていうことをやっています、はい、そして5つ目、共通の価値観やライフスタイルでコミュニティ作り、これは、自分が応援したいテーマとかでじゃないところで、例えば趣味だとかで、コミュニティを作るっていうことです、代表事例がロッキーの海ちゃんっていう人がいて、彼はもともと経営コンサルで起業したい人とかをあのコーチとしては応援してるんですけれども、彼が作ってるコミュニティっていうのはあのバーベキューをやりましょうとか、二十歳の飲み会って精神年齢が20歳だったら誰でも参加できるそうなんですけど、なんかそういう遊びのコミュニティ、俺20歳までまだ行ってないな俺あまだ行ってない思春期真っ只中ね、なんかスキーとかどうしようとか言ってね、そんな感じですね、あと旅行行っちゃったりとか遊びですね、よくあのゴルフ仲間で集まってなんていうのもあると思うんですけれども、遊びの集まりを作っといて、そこから応援したい人がいればあの応援したいんですって言ったりとか、サポートしてほしいっていうようなのが来る。決してあの起業家の集まりでもないし、ビジネスの集まりでもないんだけれども、自分の趣味とかライフスタイルの集まりを作っちゃうっていうことです、はい、コーチじゃないんですけれども、あそういうのあるなっていうのは、あの5期にあやぽんって人が来てたんですけど、あの彼女のお父さんって聖保の営業をやってるんですよ。で、彼の営業スタイルっていうのは、聖保の説明に行ってお願いしますじゃなくって、大好きなワインをひたすら飲むというあのことやり方をしていて、ワイン好きなのでワイン会をしょっちゅう主催して、そこでもワインの話だけ語ると。でもなんかこう、なんかあった時に聖保やってるんだってっていうと、彼のところにお願いが来るっていう、はい、ようなワイン会の主催を中からお客さんができるって、全然聖保の営業とかしたことないんだよってよく語ってたって聞いてます。はい、はいね、僕も一時期日本酒の会をやってましたんで、あまりにも体に悪いんでやめましたけどもみんながあまりにも持ってきて飲み切ろうってなるんで、すごい一人一生以上飲まないと終われないという会でやめたんですけど、あのほどほどでいけるんだったらいいんじゃないかなと思います。で、コミュニティはね、作るとなると本当に好き得意で作らないととかね、あとあの専門家としてコミュニティ作ろうと思うと結構パワーもいりますから、あの、まあ、どっかね、あの、まあ、そのワイン会みたいなものは好きだったら小規模から始めるのも一つありだし、で専門家としてしっかりコミュニティ作ろうだったら、あの仕込みもするしパワーもいるんだっていうことが分かった上で、どっかのタイミングでね、そういうのが好きだったら始めるといいと思います。僕はコミュニティがあるのすごく好きなんですけど、そこのメンテナンスがあんまりできないの でなのでね、あのどっかでその手伝ってくれる人みたいなのが出てきたら自分のコミュニティを作ろうかなって、まあ、何年もずっと思ってました。で、ちょっと来年のいつかわからないですけどね、僕もあの作ろうと思ってます。で、まあ、会員制のコミュニティというかね、あの有料のコミュニティですけど、まあ、非常に低額なコミュニティ でそこに所属してると、とにかくあの私からこう勇気づけというか、そのモチベーションが上がるようなそのメッセージがこう刻々と届いてきたりとか、でそこの中にね、まあいろんなその職業ごとでも地域ごとでもいいけど、いろんなコミュニティがあって、そこでね、あの全国、まあ世界中にいる人たちとつながり合いながら、でまあそこにうちのコーチなんかも絡んでもらってですね、自分が興味あるコミュニティに所属してもらったりとかってしながらですね、そのコミュニティ内コミュニティにですね所属してもらいながら、ちょっとコーチング的な感覚っていうのも持ってもらうみたいなものをね、ちょっと来年あたり作ろうかなと思って。でやっぱりそういうのができてくるとね、あの本当にまあ自分がそこからいろんなビジネスをやっていくこともできるし、あのやっぱり何よりもね、我々もそのコミュニティを通じて本当に会いたい人と会ってね、自分の人生が変わっていくということもありますから、あのぜひね、まあ、何らかのタイミングでそういうのが好きな人はね、あのコミュニティ作りとかね、やるのも面白いんじゃないかなというふうに思ってます。はい、じゃあ、コミュニティ関連で3つぐらいお話をしましたので、感想タイムです。どうぞ。じゃあ次お願いします、はいはい。7番、自分のキャラや新しいコンセプトを伝えるために大量の人に頻度を多く会うと、はいはい、代表は3期のセットさんですね。とにかくもう全国飛び回っていろんな人とコラボセミナーやったりとか、大規模の講演会やったりとか、これやってる、
そうですね、はい、はい、はい、もう Facebook にもとにかく誰々と会ったっていうな、この人素敵みたいな発信をいっぱいしています。でここの人がやるのは、本をよく出版したりとか、とにかく多くの人に露出するっていうことです。はい、あの彼はすごいね、あのいろいろ露出してるからね、僕よりも多分会ってる人が全然多くてですね。 でもコーチング始めたのは本当に3期なんですよね。で彼の場合はね、あの、まあ、いろいろ大変な人生があって、でそこでね、あの自分の人生のでも希望だったのは、やっぱり自分もいつかあのオリンピックのね、あのアスリートを応援したいんだっていうのが唯一の希望で、でも本当にホームレスやってた時もあったような、まだ若いんだけど、そういう大変な人生を送ってきたんです。体にも病気も抱えてたりとかしながらね。で、あの電話してきたんだよね、ある日ね、あのうちのスクールに。なんでかっていうと ね、 そのねオリンピックね、メダルとかなんかこう打って、あの Google で検索したら、もうそれがしたくて、でそしたらね、なんか知んないけどうちのコーチングスクールがヒットしたんだって。多分なんかそういうキーワードで広告かなんか出してたんだろうね。でコーチングは何かもよく分かんなかったんだけど、とりあえずここで学びたいと思って電話したんだって。で大体いつも純子さんが出るんだよ、そういう時って。で、あのいいから、大丈夫だから、できるから来なさいって純子さんにまた言われて、もうね、もう純子さん基本それしかないので。そうだよ、つむちゃんの時だってね、あの青森からで大変で、その間に合わない、ね、朝間に合わないかもしれないし、夕方もすぐ帰んなきゃいけないかもしれないけど、でも学びたいんだって、いいから来なさい、なんとかなるからってそれ毎回それしか言わない。 でもセットちゃんもそれで来て、でやっぱりそこで自分自身もすごい変わるし、で人のこと応援したいんだって気持ちにも気がついて、でアスリートもいっぱい応援したしね。でその時々やっぱりやりたいことがあって、いろんな人応援しながら、今はね、やっぱ子どもの教育に携わりたいっていうことになって、で主体な教育かなの、教えるためのね、トレーニングを受けるっていうことをやりながらも、でも自分の時間をとにかく使って、いろんな人に会って、いろんな人を応援するってやってます。で彼があまりにもね人と会うもんだからね、いつの間にか僕は追い抜かれて彼の方が有名になっててですね。で、この間会った人にね、言われたんですよ。あ、大樹さんビデオ見てますよって。 ありがとうございますって。なんか大樹さんってあのセットさんの話し方に似てますねって言われてですね、いや逆なんだと、あの元祖は俺なはずあいつは毎日俺の音源を聞きながらしてるはずなんだけどと思いながらはですね、あの大量に会ってるとそういうね、あの逆転現象が起こってきますから、あのぜひぜひですね、いろんな人と会って、あの自分のキャラクターを売るってやってください。ちなみに僕が今全国巡業やったり講演会始めてるのもですね、あのやっぱりいろんな人と会うことでモチベーション上げたい、あのモチベーションを上げるのを手伝いたいとかね、コーチング広めたいっていうのもありますが、やっぱり自分もね、あの自分のキャラクターをどんどん出していって、でそこからまた未来のねビジネスにつなげていきたいとかっていう思いもあってね、実はやってます。はい、そして次、はい、8番目、パートナー重視の商品開発。はい、はい、イメージとしては公文式なんですけれども、公文式、はい、あの、はい、先生がこう教えやすいパッケージの、 あのなんていうコンテンツを開発して、それが全国のパートナーが教えられるっていうような内容です。今それに取り組んでるのが子どもコーチで、純くんが作ってるコンテンツっていうのは、純くんじゃなきゃできないみたいなコンテンツではなくって、パートナーであるコーチが教えられるような、教えやすいような全国標準のパッケージを作って、あの全国の小学校に広げていこうということで頑張ってます。はい、あとはそうですね、大さん、はい、はい、プロコーチ養成スクールは、これから最も遠いですね。もう今こんな無茶苦茶にしてしまったんで、あの平本さんですら教えられないとなって、もう私しか教えられないことになっちゃってるんですけど、まあ、あのいずれね、コーチング広めていく上ではね、なんかもっと、ライトな形であのコーチング教えられるっていうのもいいなと思って、例えばその僕が、解説してるビデオだとか、それから僕がやってるデモンストレーションのビデオだとかっていうのを、あの素材として使いながらで、先生をする人はね、あの要はその場に集まってる人をファシリテーションしたりとかで、何かねアドバイスしたりとかっていうことだけでも、あの教えられるようなプログラムを作って、なんかうちの卒業生のコーチたちと一緒に、あの彼らが教えるっていうのをね、あのなんか僕の方で素材とかっていうのを提供しながら一緒にやるようなモデルも考えようかなとかって思ってます。やっぱりそういうのがないと広がっていかないとかね、ビジネスが展開しないってありますから、それも一つです。であと、卒業生で ここの領域ですごく頑張ってるのが、あのひとみさんですね、京都のひとみさんで、あのやっぱ彼女のビジネスモデルとか彼女のセンスが面白いなと思ったので、あの僕も彼女のクラスに行って様子を今見てきてるんですけど、あの5日間でねコーチングができるようになるっていうことなんです。でそのためにはね、やっぱりうちのスクールみたいにいろんな手法をやったりとかいろんなことをやるっていうのはやっぱり難しいので、たった5日しかないのでね。でだから彼女はカードを使うコーチングっていうところにすごくギューって絞ってるわけです。で逆に言うとカード使わないとそこの卒業生たちはコーチングできないわけなんだけど、でもカードを使うことさえできれば結構ね、その
カードのうまい使い方だけを教えてるので、でその練習を繰り返しやるので結構ねコーチングができるようになっちゃうんです。5日間でもね、それなりにカードを使ったコーチングができるようになる。でそのパターンの中にうまく収めることができれば結果が出せるコーチングができるようになるんです。でしかもあと5日間でね、10日間すると今度はそれも教えられるようにもなるっていう、要は10日間で教えられるようになるってコースなんですね。要は5日間でコーチングができるシンプルなプログラムを作って、でトレーナーもあと5日間で育成できますよっていうカリキュラムを作ってですね、で今どんどん彼女はそれのトレーナーを増やそうとしてます。でやっぱりそれが増えていくとだんだんね、あなんかよく Facebook でも最近見るよねとか、よく話聞くよねとか、なんか全国でこんな人がこんなところでやってるよねっていうのにこうなってくるとですね、あのそこからやっぱまた口コミが広がったりとかっていうのがあって、でみんなねそのなんとかそのまあ、彼女のライフページズっていうあの商標ですけど、であのやっぱりそれの講師同士としてね、先生同士として頑張りたいねみたいになると、そこのコミュニティでも応援し合うから結構ねビジネスがこう加速していくっていうこともあります。でドリームマップなんかもそうだよね、あのドリマ先生とかって言ってあの先生育成して、であのその人たちを支援することで全国でやるでしょ。であのコーチングスクールだと銀座コーチングスクールなんかも結構そうですね、あの標準的なプログラムをあの教えられるようなところまでしたい人は育てて、でだから全国にたくさん教室があるんで、なんとか教室なんとか教室、あれ要は卒業生が住んでるとこなんですけど、あので、教えるっていうような、ね、ことをやるとあのビジネスが展開するっていうこともあります、まあ、そういうのが好きだったりとかで、みんなでやれるようなシンプルな、ね、あのものっていうのを作れたりとかってするとあのそういう展開もあるっていうことです。じゃあ感想タイムしましょうか。感想タイムです、どうぞ。